アンドレア・アニエッリは、アニエッリ家の著名なメンバーの一人である、鳥の出身のイタリアの実業家。2010年以来、アニエッリ家が所有する、ユベントス FC の会長を務めている。アンドレアは、ユベントス FC の会長で、上院議員だったウンベルト・アニエッリと貴族の娘、アレグラ・カラッチョロの間に生まれた。父、ウンベルトは1970年から1976年にかけて、 アニエッリケが所有するフィアットの最高経営責任者を務めていた。2位序盤に、アルベルト・アニエッリが1997年に33歳の若さで創生したためにアンドレアは、息子ジャコモダイ・アニエッリが誕生するまで、アニエッリ家で最後のアニエッリ性を持つ男子メンバー。現在も、同家で、アニエッリ性を持つ男子は2人だけである。2019年7月26日、 ユベントスと K リーグとの親善試合において、クリスティアーノ・ロナウドが契約に反して、出場しなかったと、韓国側が主張し、観客などを巻き込んだ訴訟騒ぎにまで発展した。契約内容は、機密事項であり本来明かすこと自体ビジネスマナーに違反していることもあり、K リーグ側の抗議文書に対して、アニエ・リが反論書簡を送った。2021年4月に表明された。 ヨーロッパスーパーリーグ構想の首謀者の一人とされ、スーパーリーグの副会長就任が決まっていた。UEFA 会長のアレクサンデル・チェフェリンから、こんなに何度も嘘を言う人間は見たことがないと、名指しで批判された。ありがとうございます。